はい、皆さん、こんにちは。ホリッツアップスターズ、ターズナンバーこそです。そして、高坂です。どうも、山です。はい、よろしくお願いします。ということで、いろいろ情報修正されましたけども、はい、今回は、もろく使っていきたいと思います。はい、お願いします。4号です、これ使って。4号、さあ。いや、キラー ELD、アンチャビティがついてる。いや、そうですよね。偉いですね。いやー、星のことは思えない。ね、毎回こうやって出てきてね。むかつくなと。ね、伊勢さんね。伊勢さん出てくれるね、こいつ。モロクだよ、みたいなね。なってたけど、変わるかもしれないね、これで。そう。で、長男。はい。もう前の友情忘れました。前の友情なんだっけ、はい、もう本当カス、地味なやつ。カスだったね。カスって言うんだ。キラーイール乗るんで。カメに。めちゃくちゃ強いんじゃねえかと。そうそうそう。これ、遊撃一級ついてる。素晴らしいじゃないですか。嬉しいですね。素晴らしいよ。まあでもデビパンのメンバーなんで、ね、そうですね。これはね、はいはいはい、イケメンということ。忖度されてるんじゃない？はい。はい、じゃあちょっとまあ今回なんかあれだったんで、うん、あれだったんで、そう新裏の覇者の塔で、はい、あのパナエステージが光になったんで、はい、あらもう行ってみましょう。これはちょっともう行くしかない。行けるでしょ。まあちょうど無属性だけど、さあ雷帝とどっちが強いか。あ、強いじゃん。めっちゃ強いじゃん。めっちゃ強い。雷帝超えたか、ついに。雷帝は超えてるね。雷帝は情報修正されなかったからね。雷帝なんで情報修正されないの、おかしいだろ。一瞬誰のこと言ってたの。雷帝ユニコーン。これは強いですね。これはね、もうなんか遥か昔にあの水天の猫神っていうね、そうですね、モンストグランプリのステージでたまに使ってるチームがあったぐらい。はいはいはい。まああとはなんかモロクで、すごいいろいろなものをね、なんかワンパンとかする人もいたりもしたけど、まあ趣味のキャラでしたよ。まあ普段使いはしないだろうね。川形のやっぱり神キラーに入れるのが強かったらね、それちょっと独特な使い方ができた、ね、そうスカーンっつって、うん、ただこれパナエさんが全然削れてないですね。まあでもパナエぐらいですも削れるんで、あいつぶっ飛ばします。おあ、すいません。おお、ちょっとやめろ、ちょっと待ってっつって、ちょっと待ってって蹴られました。打ち殺しちゃう。うわ、長男です。長男弱点になりましたね。なかなか、おお、まあ、はい、削らせてくれない。このセルケットはね、晒してんだけどな。おー、なるほど、強いなぁ。あれ様が強い。まあ、体勢あるんだね、こっちもね。そうですね。うまい、うまい。あ、強い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 。ナイス。なんかパラエの弱点知ってんだよ、俺は。マジですか。ちゃんとやっぱパラエの弱点もなってる。ちょっと分かってるんですね。おお、まあ、パワー型なんでね。いや、粘るね。絶対挟まって殺す。なんか殺意高いな。おお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 僕真似してないっすよ。桜井さんだっけ。そうっすよ、俺したかな。桜井さんと俺してないと思う。へぇ、見てないとどっちが言ってるか分かんない。完成度高いっすね。お、弱点ポコスか。あ、ザコ処理しようっと。いいね、長男。長男がいいな。ユールつけたいね。絵だけでいい。すごいな、ね、想像上のパナエが一人歩きしてる感じ。よし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 。粉かける。粉。おお、うまい。おお、ナイス。強い。いい声売れてますね。僕もやっぱそのパナエさんの弱点ちょっと言いました、知ってるんで。はい。ああ、だめだめ。ああ、パナエさんのこと知らないな。知らないですね。大丈夫かな。あ、痛い痛い痛い。まだ体勢あるんで。いやー、そうかな。僕やっぱ、こっち殴りたいですね。あ、
ぱちょっと学んじゃってる、翻弄されてるんじゃないの。いやーちょっとなぁ、翻弄されてるなぁ。絶対やる。あーくそ、おーおー、でも弱点満帆でね。ちなみにあと2ターンで来ますからね。あと2ターンで行かれますからね。2ターンだっけこのターンじゃないっけ。いや多分次だと思うよ。次か。あ違かれた行かれてんじゃん。このターンだったか。ジュージー、おーいモロクモロク、パナには勝てねえってことか。パナには勝てねえな、これさすがに強いな。はいはい戻ってきたよ。帰ってきたな。でね、この光のステージ、うん、裏覇者の光のステージって難しいなって思いましたね。ヒダメージがさ、なんかここもともと貴族性のステージじゃん。そうですね、火で行くもんね。そう、火で行く前提のヒダメージになってるから、あの闇で行くとすげえ痛いっていうね、うん、体勢あってもいやほんとそうですね、体勢あってもすげえ痛いっていう。じゃあモロクさんこれを乗り越えられるかどうかっつうのをね。うわクソクソ入ってよかった。さあちょっと乗り越えていこう。あそこまで判定あるからね。はい、OK。 おーうまい。俺もそれやりたかった。早くするんだよな。よし前傾して飛ばすか。中国からね前傾して飛ばすか。うまい、ナイス、うまい、やったー。やっぱ序盤に長弾で結構削っとかないときついですね。きついね。雑魚処理ちゃんとしないとカーブが向いて、ラスゲーが大変かもな。ラスゲーとこのゲージね。うん、こいつもう回復しないからね。これ進化本来かわいい。いいぞ。ストライクショットどれぐらい出るんですかね。気になる。ちょうどいいっすね。そう、蘇生毒。うまい、うまいね。おはようございます。蘇生するんですよね。まあ、蘇生逆にあざみたいなとこありますよね。ちょうどいいな。おお、いい感じ。毒いて、線アンチワープ持ってます。ありがとうございます。ついてます。今回ナイス。次のステージとか長弾超強いですよ多分。真ん中っすもんね。うん、パナイが真ん中にいるんで。センターオブジーパナイ、こっちで2体を確実に。センターオブ、多いじゃないですか。ザパナイ、センターに呼びますね。センターオブザパナイ、仙台インザパナイ。仙台インザパナイ。真ん中って言ってんの。ああ、おー、これ変なバウンドしましたね。悔い改めよう。お弱点を狙っていく。さらばだ。おおおおおおお、3倍しっかり見当たらないと。なるほどね。できないの結構あれなんだ。これ雷帝っすね。雷帝じゃなかったっすか。なんか今雷帝感なかった。いや雷帝感そこまでよ。雷帝とだって同じストライクショットっすもん。いやまあそれは効果自体はそうだけどさ。雷帝雷帝大丈夫かこれ。かわいそう。雷帝は言い過ぎ。雷帝モロクじゃない。抜けていいのかな。うい苦しいですね。まあ、いいね、いいね。じゃあ、俺はみんなに当たりに行くと。で、雑魚処理ちゃんとして、長弾は強いんで。3P の方寄っといたら、そしたら 3P も、なんか長弾2回分ぐらいで倒せないかな。無理かな。跳ねまくり ?2 回じゃ無理か。跳ねまくりだよ!やっちゃう?やれ!ライテー!モロック!ライテー、見せちゃっていいですか?入れます。泣いて。あ、スピードがそんなに足りない。あー、もう投げなかった弱点。くっそ、泣いても動くっすね、やっぱり。ザコ処理だな、これ。あ、でもこれ2人に当たれるか。2人に当たればいい感じに。ちょっと SS 温存で温存しますね。意外と強いんだね、こいつは。ザコラの泣いても。 OK! ナイス。あ、超弾強い、超弾強い。
行け。行きました。やっぱ届かなそう。届かんですね。もう一周温める。もう一周頑張って雑魚処理していただいて。頑張れ。ハートがねえな。ハート出ねえな。左目だけ濃いかな次。多分。お、ナイス。あ、あーあー。おー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 。ミニハート取りながら全処理求められる。長弾。長弾1個拾えばいい。長弾。あ、あでも。お、どうした。おお。あー。そう邪魔だな。行け。SS 撃つしかないですね。この野郎頼むー。パラメータ一旦こうしてもらえんで。おバカ。あ、いいち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 。ライテーライテーいけと。おー頑張れ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 中なれ頑張れ頑張れ。えいこれいけよ。これは結構だな。結構求められてるね。長弾を信じるっていう手もあるのか。いや、長弾は右下にはあんま出ないですね。無理ぽいか。出るかな。出ばいそう。あ、お、お、あ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 、まあ、俺ら身を強化しないから。そういうことか。そういうことか。惜しかった。惜しいな、うん、パナヤは強いんだ、やっぱ。パナヤさん、ちょっと強かったんで。はい、やっぱ、ボスに出たのちょっと響きましたね、今。イザナギ、イザナギに行ってみましょう。はい、イザナギ、行ってみるか。はい、いやボス来た、パナヤ。やっぱ、ちょっと、強いんだ。もうどうしても悔しくて。はい、イザナギ、やめました。やめました。それどころじゃなかった。勝ちてーんだ、こいつには。うわぁ殴るね。オッケー。あー強い。ナイスの振り。オッケー。早くないから、早くないから。で、あのね、これね、気づいたのが、ボス戦までがめっちゃむずい。それな。そう、あの、蘇生攻撃だ。火種がやばい。オッケー、ナイス処理。で、蘇生毒。このステージとね、次のステージは、多分大丈夫なんで SS 温存しましょうと。そうっす。ちょっとさっきねボスに出打っちゃったんで自分が、あれいい判断ではなかったね。あれいい判断ではなかった。最後までやっぱり東削りづらいんだよ。あと取り抜けしますか。それでいいか。あ、取んないと。みんな寄りたいな。いやもう 2P には、あ、でもいけそうだね。ぐるりと回れる。そう、あーきついか。やるな、相棒。やるな、相棒。やるな、相棒。やべぇ。お、ナイス。オッケーオッケー。でけ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 。みんな右下寄る？寄りたい、配置したい。あー、なるほどね。右下大集合作戦。ほら、あー、くそ。お、いやまあ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 。まずい。まあ雑魚が出てくるってことでね、配置しやすくなる。そうね。いや、ほら、でも結局こいつ回復しちゃうから。でもこれはなんか、これで入場当たるとか。うん、入場っすね。じゃあちょっと今日も抜けちゃうよ。はい。あ、だって OK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 。入荷力じゃん。その辺にいてくれれば。うまい。 お、 おー、いい残りだ。で、これ全下に下げるか。下げるか。モロク相手モロク。頑張れ。あ、いいこれいいんじゃない。 3P いい感じ。 2台目が、2台目大事。2台目よし、 SS 全部ある。HP もいい感じ。よし、3P。 おいおい、2台目。 3P の邪魔したくねえな。ちょっとまあ雑魚処理もですか。ちょうど長弾2つ当たりつつ夜突き入れるように。おお、いい位置。弱点そこ。そうそう、じゃあ弱点だ、弱点だ。ライテンショット、いやいやいや、ライテンショット、これどうなる。
おお強い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 来手と違えんだ来手と違えねえ来手と違えんだよっしゃそういうことよいしょ頑張ろやったねいやーこれあー気持ちいいあよかったいやー来手ちょっと強えなあんな削るとは思わんかったなそうだったねはい、はい、ということでモロク、はい、こんな感じでした、はい、まあ制限クエストではかなり活躍期待できますね、はい、制限ではちょっとね期待できますね神相手はい面白かったですはい、はい、まあこれここが難しいんでね難しかったはい皆さんもぜひモロク使ってみてください、はい、ということでご視聴ありがとうございましたまた次回お会いいたしましょうバイバイいろんなことが分かってしまったから世界の形が